それでは、テクテクリブレオフィス、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。と今回はですね、カルクのトレース機能というものをご紹介したいと思うんですが、トレース機能使ったことありますか？いや、使ったことないですね。まあ、試しに何かやったことはありますけど、はいはい、実際に使ったことっていうのはないですね。まあ、結構昔からある機能なんですけど、意外と使わない人は使わないままになってるんじゃないかなと思うんですが、結構これが使いこなせると便利なので、はい、今日はこちらご紹介していきたいと思います。で、ですね、今画面に軽くのシートが出てるんですが、これですね、数字がちょこちょことばらまかれてますけども、C 各セル間で参照関係があるんですね。で、例えばこのセルですね、関数を見ると A1、B1 というふうにこちらのセル、または、シート2のセルを参照して合計を出すということをやってます。なるほど、はい。で このセルがですね、どこのセルを参照しているのかというのを知りたい場合がありますと。うん、そういった時に、使えるのがこのトレースで、ツールのトレースの参照元ですね、つまりこのセルが値を持ってきているその元のセルはどこかというのをこちらでドンと、このように、矢印でですね、はい、ここのセルの値がここのセルに対して与えられてますよと、うんうんうん、いうふうなものを、まあ、一目瞭然で表示することができると。で、まあ、この関数を見ればですね、慣れてる人であればこの関数を見ればどこのセルかというのは、まあ、分かるといえば分かるんですが、まあ、これをですね、はい、クリックしたら色変わりますよね。あ、そうですね、編集状態にすると色分けで見れますね。はい、なのでそれで見てる人も多いんじゃないかなっていう感じですね。そうですね。で、まあ、これが、まあ、あんまりないと思うんですが、10も20も参照してるだとかですね、またはこのタブ名、他のタブを参照している場合でこう長々と、セル名が入っていたりしてこうダーッと伸びてしまって、なかなかここでは見切れないなんていう時にはこうシンプルにですね、矢印で、表示してくれるので、まあ、そういった時にはこうちょっと便利かなという感じですね。はい、はい、そうです。で、これですね、作ったトレースは、トレースの削除でもって消すことができます。で、今はですね、このセルがどこから値を持ってきているかとい こう受動側のトレースの仕方をご紹介したんですが、逆もありますよね。例えば、このセルはどこに対して値を与えているのかというのはこの参照先でもって、示すことができます。はい、でこちらの方がよりおそらく便利で、こういう狭い範囲で使ってる分にはですね、一個一個セルを見てればどこがどういう関係にあるかってわかるんですがとこれがですね、複雑になってくるとドンと、そうすると把握していない範囲、ここの値ってあここでも見られてるんだというのがですね、気づかない参照関係をこの参照先トレースだと見つけることができるんですね。うん、まあ、確かにね、もうセルを見てるだけではわからないですからね。はいはい。まあ、自前の、なんていうか、元のセルを見てても、どこから使われてるかはさっぱりわからない。そうなんですよね。ここの値だけ、この関係だけ見ていて、じゃあちょっと直してみるかって直して、
ここでいいかと思っていたらここの値まで変わってしまっていたみたいなですね、うん、まあ、こういうケースをあらかじめ把握することができるかなってところですね。まあ、自分で作ったやつじゃないファイルとかだと特にこういうのをチェックしたいですね。はいはい。であともう一つがですね、こんなケースですね、ここの C の値をですね、D にしておきますか、ここで、ここの値をここから持っていきたい、うん、なんていうことをやった場合、これ実際にやるとどうなるかというとエラーになりますね。はいはい。でこれなぜかというと、もともと A16 のセルは D の値を合計するよという関数が入っていて、うん、じゃあ D の値は数字何になるんですかっていうのをこう待ち受けてる状態なんですね。うん。で後から入れたこちらは A の16の値を持ってきますよというふうにまた逆方向に見に行っていて、じゃあ A の16の値はいくつになるんですかっていうのを待ち受けてる状態になってると、うん、そうするとお互いに待ち受けている状態になってしまって、どちらの値も定まらないので、ここで循環参照が発生してエラーになってしまうと、うん、はい。で、これですね、今同じ画面の中で収まってるんでいいんですけど、これが果たして、ここが複雑だったりすると一体どこのセルとの間で循環参照が発生しているんですかというのを確認するのがちょっと手間になってくるとといった時に、このエラーのトレースというものを使うと、循環参照が発生している2つのセルっていうのを、うん、ワンタッチで示すことができると。なるほど。まあ、結構複雑になってくると循環参照発生する時があるので、そういった時にですね、どことの間で発生まあ、循環参照が発生しているのかというのはワンタッチで知ることができるということですね。うん、確かに両方とものセルがその複雑な数式になっていると割り出すの大変ですね。そうなんですよ。一個一個試していかないと分からないんですけど、うん、まあ、これだと結構楽ですよね。あともう一つがですね、入力規則に絡むものなんですけど、入力規則って例えばそのデータの入力規則で、まあ、このセルに入力する値というのを制限をかけたいという場合ですね。例えば、ここのセルについては、5から20までの値しか入力させたくないですよみたいな場合に、この整数で有効な範囲で5から20までの間でだけ入力数字を入れられるというふうに設定することができて、でここで例えば50なんていうふうに入れるとエラーになりますと。まあ、これが入力規則という機能なんですが、で今やったように先に設定をルールを設定して後から入力をするという場合にはエラーを出してくれるんでいいんですけど、ここの値がですね、これ今先に関数が入っていると、先に関数が入っているところに後から入力規則を設定した場合には、この段階ではまだ、制限がかからないんですね。で今16なんで、セルの範囲、さっきの設定した範囲に収まってるんでいいんですけど、じゃあここを、計算している元のセルの値を100とかにしたときにエラーが発生するかというと、これは発生しないんですね。このタイミングでは発生しないと。うんうん、すると、やっぱりですね、制限したつもりが、想定した範囲外の数字が発生してしまう場合があると、まあ、こういうのをどうやって、判定するかといった時に出てくるのが、
データのニュあこちらツールのトレースの向こうの値を丸で囲むというやつですね。これをチェックするとこのようにですね、範囲設定した範囲を超えてしまったセルというのを後からでも確認することができると。はい、まあ、こんなはいはい、値が超えてるからじゃなくて参照してたら全部エラーになりませんでしたっけ？参照してるだけではエラーにはならないですね。例えばさっきの A の値を変えてみてください。これを例えば、5とかにして、はい、でこれで同じようにやるとどうなるかというと丸は出てこないですね。あ、出ないんだ。はい、でこれが超えている場合で潜在的に範囲を超えているものがあったらどうするといったときにこれでもって割り出すことができると、うんうん、まあこういったものですね。はい、といったところでですね、このツールのトレースにあるこの各種機能ですね、まあ、複雑なシートを作っていくときには結構こうですね、役立つ機能となっておりますので、このトレース機能ですね、ぜひ活用していただければと思います。といったところで、今回のテクテクリブレオフィスは以上となります。トレース機能のご紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。